大橋地を咲く。インスペクト・ガルシア。コンクリートの冷たい床と錆びた扉。私は計画通りにここへやってきた。もうすぐ時間だ。予定時刻きっかりに監視がやってきて、錆びたドアを開けた。私は後ろ手に縛られ、部屋を出る。 長い長い廊下を歩かされて建物の外へ出ると芝生の道を連れて行かれやがてレンガ造りの巨大な建物の中に入ったこの中で行われているんだ政府がその全貌を全く開示していない謎の構成プログラムその名もインスペクト・ガルシアが インスペクトガルシアから帰還するのは現在のところ全体の20%程度まだまだ改良段階だとのことだが無事帰還した社会不適合者つまり罪人はアホみたいに飼いならされた無害な犬みたいになって出てくるそして不思議なことにこの更生プログラムを受けた人間は 実際に何をされたのかほとんど覚えておらず、皆口を揃えて、今までの自分は無知で未熟であった。自分は全ての煩悩から解放された。というのだ。これは強制的な下脱だ。非人道的な洗脳を含む記憶の改ざん。もしくは消去が行われているのではないかと。 まことしやかに囁かれている。あたしは、そいつの正体を暴くための駒として選ばれた。孤児だったあたしは、組織に拾われ、アイスというコードネームをつけられて、いかなる洗脳や拷問にも耐えられるよう、長い長い訓練を重ねてきたんだ。そして、あたしの脳内には、 絶対に記憶の改ざんや消去させないためのチップと、現在出回っている機器では探知できない電波で外部と通信ができるチップが埋め込まれている。ナノサイズの特性チップはいくら政府の機関であろうと見つけることは不可能だろう。インスペクトガルシアが一体どんなものなのか、私にはさっぱり見当もつかないけど、 さあ来るなら来てみろお前の正体を丸裸にしてやるからなレンガ造りの建物の中は病院のような施設になっていた私は手を縛られたままその中の一室に連れて行かれ歯医者にあるような椅子に座らされると何かの薬を注射されヘルメットのようなものをかぶせられた だんだんと意識が薄れて、あたしの世界はヘルメットからかすかに聞こえるウィーンというモーター音のみとなった。目を開ける。あたしは柔らかい土の上に寝そべっていた。体を起こす。どこもなんともないようだ。見たこともない妙な服を着ている。 思考を通信モードに切り替え、本部と連絡を取ってみる。こちらアイス。おそらくインスペクトガルシアに潜入成功。聞こえるガガガとノイズが入り、通信が生きていることを私に知らせた。よく聞こえる。こっちでの1時間がそちらの1日に設定されている。 通信時のタイムラグを自動計算にした。聞き取れるそちらの状況はどんなだガイスの声だ。組織のデジタル番長。ということは、インスペクト・ガルシアは、フィジカルな拷問はなしってことだな。うんーと、何かを注射され、ヘルメットをつけて、目が覚めたら、屋外のような空間にいる。 まっすぐに伸びる植物、おそらく竹が群生している。アイス、君の現在地は変わらずガルシアセンターだ。状況からして、君は今フルダイブ型の VR の中にいると思われる。なるほど、異論はないよ。土に触ってみた。 土なんてあまり触ったこともないが、とてもリアルだ。これが仮想現実の世界だなんて、今までの流れとガイスの説明がないと絶対に気がつけないな。インスペクト・ガルシアは仮想現実を使った調教プログラムなんだ。私は背筋にゾッとするものを感じた。 おおいおい、政府のお偉いさん方よ。なんてものを作ってくれたのよ。今ざっと調べたら政府のシステムから記憶改ざんの処理がチップに飛んできている。チップが正常に動作したみたいでよかったよ。じゃなかったら君はそっちの世界の住民になってしまって計画は全ておじゃんだった。 これで政府のシステムも逆探知できるかも。ちょっと待って。沈黙がしばらく続く。私は未だに自分自身であることに感謝した。よし、捕まえたぞ。げ、なにこれ。なにどうしたいや、こんなのは僕も初めて見たよ。 これはただの VR じゃないな。一つの歴史そのものだ。君が潜入しているその VR、インスペクト・ガルシアは、ざっと一万年分ほどの架空の惑星の架空の文化・歴史が時系列順にシミュレートされているんだ。君がいる時点は、シミュレーションの開始からそっちの時間で、 およそ五千年くらい経ったところかな「え何それどういうこと?」ガイスに説明を求めようとしたところで前方に人の気配を感じて本部との会話は一時終了となった通信は切らずに本部の連中にも私のファーストコンタクトを一緒に体験してもらう。 何してんだおめえ、わしの竹林で。向こうから歩いてきたのは、変な喋り方と変な服を除けば、普通の人間と何の変わりもない、どこにでもいそうなただのじいさんだった。あたしは少し安心して、このじいさんに道に迷ったことを告げた。じいさんの名は、さぬきといって、 同居人は配偶者のばあさんだけとのことだったじいさんたちには子供がいないために右も左もわからない迷子のあたしを家に住まわせてくれて面倒を見てくれた一見してのどかな田舎のように見えるこの世界に人格を180度変えてしまうような仕掛けがあるようには見えずそれが不気味だった 私と本部は頻繁にやり取りを繰り返し、この世界の研究を急いだ。今日新たな発見があった。アイス、心して聞いてほしい。君にとっては衝撃の事実だ。このところ日課になっている夜間の通信でガイスが言った。その声はふざけてはおらず、 彼が本気で恐ろしいことを発見してしまったのだと私は悟った。いいよ、言って。そっちの世界にいる人間だけど僕は最初絶妙にプログラミングされたノンプレイヤーキャラクター、つまり AI か何かが作り出したバーチャルの人間かと思っていたんだ。違うの 君は彼らと接していて、どんな感想かなうーん、ノンプレイヤーキャラクターにしては個性がありすぎるっていうか、機械的なアルゴリズムで動いているようには思えない時があるね。そう、その通りなんだよ。インスペクト・ガルシアには数えきれないほどの登場人物がいる。 こんなに大量のノンプレイヤーキャラクターをバラバラに動かすなんて、いくら政府のサーバーだからって、容量的に無理なんじゃないかなと思ったんだ。それは私も感じていたよ。それで、ちょっとありえないんだけど、もしもそっちの世界にいる人物がすべて、君みたいに実体がいるアバターだとしたらって考えてみたんだ。 え、ちょっと待って。インスペクト・ガルシアの中には何人の人物が設定されてるの ?1 万年分の時間軸があるなら、それこそ星の数ほどいるんじゃないそう、そこなんだよ。その中の人物の動きを観察していると、どうしてもノンプレイヤーキャラクターには思えない。だけど、 インスペクト・ガルシアに同時にログインしている罪人がそんなにいるとも思えない。この矛盾はとてつもなく不気味だぞ。インスペクト・ガルシアは我々が想像するよりももっとやばいものなのかもしれない。そして徐々に明らかになってゆくこの世界の仕組みに私たちは恐怖を通り越して 異形のにに近いい気持ちを抱くようになっていたガイスの予想通りどうやらインスペクト・ガルシアに存在している人間はどれもただのノンプレイヤーキャラクターではないようだった彼らはおそらく全員実際の人間がログインして使っているアバターと考えて間違いなさそうだというかそう考えないと この世界は破綻する。ただ、人数がおかしい。現在収容されている罪人全員がログインしたとしても、こんな数にはならないはずだ。では一体、誰がログインして人々を操作しているのだろうか。ランダムにピックアップした人物の逆探知を試みても、 いずれもガルシアセンター内からログインしているらしいこと以外はわからなかった。まるで幽霊のようなアバターたちが私の周りで変わらぬ日常を送っているんだ。ぞっとしちゃうよね。本来なら私は現実世界の記憶を失った状態でここへやってくる仕様になっていたようだが、他の人たちも 全員記憶はないのだろうか。監視とかが紛れていたりするのだろうか。あまりに危険すぎて、彼らに直接聞いていろいろ確かめることは不可能だ。君の構成プログラムはすでに始まっているようだ。複数のイベントが発生した痕跡がある。絶対に誘惑に負けるなよ。 僕らは必ず君をその世界から出してやるから。それなら心配いらない。どれだけ訓練したと思っているのそう強がって見せたものの、私は心細い気持ちでいっぱいだった。こんな得体の知れない世界で暮らしてゆくのは正気の沙汰ではない。いくら訓練を受けてたって、 気が狂うのは時間の問題だ。早く帰りたい。インスペクト・ガルシアで暮らしてみて、徐々にわかってきたのだが、この世界は平和で何の変哲もない暮らしをしているように見せかけて、その実、至るところに誘惑が仕掛けられている。人間の欲望に巧みにつけ込み、 煩悩の沼へと引きずり込まれるような罠がそこかしこにあるのだ。現に世話になっている讃岐のじいさんも金に目がくらんで私を売り飛ばそうとしたこともあったし、球婚クエストのようなイベントでは多くの男どもが嘘をついたりずるをしようとした。この辺に配置されている人物たちは、 どうも色欲が強く、事あるごとに求婚してくる。めんどくさい。マジで煩悩を捨てないと、お前たちみんなこの世界に食われてしまうぞ。もしも、この人たちがすべて罪人なのであれば、システムの思惑にしてやられて、その本性をさらけ出してしまっていることになる。 この世界で欲や執着と無縁で暮らしてゆくには相当な精神力が必要である。それらすべてに揺さぶられずに生き抜けるようになったら、このプログラムを卒業ということなのだろうか。アイス、またもや知りたくなかった事実を発見してしまったよ。ある満月の夜に、 ガイスから連絡が届いた。この間、村はずれのじいさんが死んだだろうああ、牛を飼っていたじいさんだ。そのじいさんを使わせてもらって、そっちで死んだ人がどうなるか、追跡プログラムを埋め込んで調査してた結果が出てさ。うわ、なんか聞きたくないぞ。 彼のデータは一旦システムの本体に戻って全ログをスキャンされた後に今度は君らがいる時点から163年後に別の人間として再ログインさせられたんだよ。それってつまり生まれ変わったってことそうだ。記憶改ざんプログラムも走っているから頭の中もまっさらだろう。 これでインスペクトガルシアにつじつまが合わない人数が存在している理由がわかったね。あたしにはわからない。説明して。うん。こっちとそっちの時間の関係はかなり入り組んでいる。こっちからはそちらのどの時間にも行けるんだけど、こっちの人間がログインして、 リアルタイムで進行中の出来事の先を見ることはできない。カコログはいくらでも見れる。さっきのじいさんが亡くなる前まで戻れば、当然だけど、じいさんは生きている。わかりやすくするために、そいつの本体を罪人 A と言おうか。罪人 A は、君がいる時間帯でじいさんになるまで生きて死んだ。 そんで次は163年後に別の人間になったんだ。つまり、インスペクト・ガルシア上では二人は別の人間だけど、ログインしているのは罪人 A 一人っていうことだ。わかるこれで実際にログインしている人数より、インスペクト・ガルシアで動いている人間の数が多いことを説明できる。 そっちでは人間の寿命は五十から百年程度に設定されている。無論その前に死ぬケースもある。一定期間同じ時代で過ごして構成できなかったら、生まれ変わって別の時代でも調教が試されるという仕組みのようだ。私はこの状況を考えてみた。ここで暮らしている人たちは、 監視も混ざってるかもしれないが、全員記憶を失った罪人たち。自分たちの素性を忘れて、人格の本質を試されている。この世界は誘惑で満たされていて、すべての煩悩から自分を解放するのは困難だ。私は一生ここから出られずに、自分が死んでしまうことを考えた。 ここから出られずに実体が死んだらどうなるんだどうしたらここから出れる残念ながらこちらから本体の方の状況を探ることはできない。政府の発表ではインスペクトガルシアから帰還するのは全体の20%だ。おそらくそっちに入ったまま再び出ることなく 本体が死んでしまったケースも多くありそうだ。アイス、君は何が何でも帰還組20%になるんだ。これからどのようなログを持った人が帰還できるのか徹底的に調査するよ。広範囲にモニタリングすればいずれ引っかかるだろう。調査のためにガイスは言ってしまった。 恐ろしいほどに美しい満月だけが、あたしを見ている。それから数日後、やっとガイスから連絡があった。向こうでは数時間だけど。待たせてすまなかった。インスペクト・ガルシアから帰還したやつをやっと捕まえたよ。そいつは四回生まれ変わりを経験していて。 最終的に大規模な戦争をしている時代に送られ医者になった。家族と友人を爆撃で失い、戦地に派遣され3年が経過したところで無の境地に至り、その結果、インスペクトガルシアから完全にログアウトした。なるほど、そいつの下脱ポイントは戦争だったんだな。 そういうことだ。実際にログアウトの現場を観測することによって意外なことが分かったよ。俺の予想ではログアウトはひそやかに誰にも気がつかれないように行われると思っていたんだが、その真逆だった。大々的にやるんだよ。まるで神仏降臨だ。なぜか、 プロイセラーズの 3D ライブ映像を従えながらログアウトマスターのアカウントがド派手に天から降りてくるんだよ。私はその場面を想像して思わず笑ってしまった。なんでまたプロイセラーズわからない。もう一人ログアウトの現場を観察できたんだけどそっちは知らないアイドルだったから もしかしたら、個人の好みが反映されているのかもしれない。じゃあ、私の時は、ブルストップのライブで決まりだな。そんで、周りの人間に強烈な印象を植え付けながら、対象がログアウトすると、すぐさま忘却のプログラムが走る。そして、ログアウト劇場を目撃した人たちは、詳細を忘れてしまうんだけど、 神秘体験の感覚だけが残される。その神秘体験をした奴らは、他よりも下脱しやすくなるみたいだ。なるほど。そうしてログアウトできる人間の比率をじわじわと上げていっているのか。私はここ数日で思っていたことをガイスに打ち明けることにした。なあ、聞いてくれよ、ガイス。 こっちの世界にいて、この頃を感じるんだけど、インスペクト・ガルシアは、想像してたような非人道的な洗脳プログラムとは少し違っているように思わないかああ、そうだ。まさにそのことを本部の連中とも協議しているところなんだ。我々は、インスペクト・ガルシアが悪であるという前提のもと、 その正体を暴いてやると意気込んでいたけど、果たしてこれは悪なのか。正当なプロセスを踏んで人を公正させているだけではないのかって。現実の世界で罪人たちに教育するよりも、これなら人員が大幅に削減できるもんな。でも仮想現実に入ったまま死んでる奴もいるとしたら、 それは問題だよな。まあ、どんなにまっとうなシステムでも、公表せずにこんなことをやってるのはどうかと思うけどね。これから、インスペクト・ガルシアはどうなっていくんだろうか。私が潜入したことで、多少は変化が起こってそうだし、本部はこいつを世間に公表するのかな。ここに暮らしている人たちにも、 真実を突きつけるのかな何が正義なのかわからないよ。インスペクトガルシアの概要がわかってきたところで、本部はこれからの方針について協議に入るとのことだった。それには向こうの時間で数時間、こっちでは数日がかかりそうとのことだ。本部からは、 その間にやるべきことの指令が届いていた。下脱できるように精進せよ。わざと捕まったとはいえ、私には一切の煩悩を捨てるのは難しい。この世界、特に世話になっているさぬきのじいさんばあさんには情が移って多少の執着心は芽生えてきている。 そもそも下脱ってどういう状態煩悩を捨て、この世の一切に執着しないというのは、すべてがどうなっても構わないというのとは違う。すべてに対して深い愛を持ちながら、一切の執着を捨てる。マジか、私にそんなことできるかなこの世の煩悩から解放されても、 待っているのは一切の欲望を許さない超管理社会だ。私たちはそれと戦っていたのではここに暮らす人々をこの欲望に満ち溢れたインスペクト・ガルシアから解放しガチガチの管理社会に解き放つことは果たして正解なのだろうか。欲まみれで生きていくのも。 それなりに幸せなのでは解放すべきは、むしろ、現実世界にいる人たちの方ではないのかああ、ダメだダメ。こんなことを考えていては、一生かかっても下脱できない。誰か聞いてるガイス私は、この世界に毒されてしまった。あれほど訓練したのに。 こっちの人間に愛着を持ってしまった。このままでは下脱できない。ガイスだ。聞いているよ。大丈夫。今さっき、君のところからログアウトプロセスが走ったことが確認された。理由はわからないけど、君、下脱したことになったみたい。ログアウト処理が完了するまで、 こちらの時間で1時間の予測。そっちでは1日だ。え下脱した私には何の実感もなかった。それでさっき話した医者の時もやったんだけど、ログアウトの状況をこちらで記録して、何らかの形でそっちの世界の書物的なものに変換して保存しておこうと思う。 書物化すると、その時代の言葉になってしまうので、ちゃんと伝わるものになるかわからないけど、今後、ログアウトが起こると、その時代の言葉で記録が残るように、インスペクト・ガルシアを、ちょっと改ざんさせてもらったんだよ。そっちの住民に真実を知らせるのは不可能だし、やっていいものか、現時点で判断できない。 かといって、このままで良いとも言い切れない。だもんで、そっちの人たちが、自分たちでいつか何かに気がつけるようなヒントを残してやろうということになったんだ。ギリギリの作戦だ。気がつかれる危険性もあるし、すぐに自動修復されてしまうかもしれない。でも、可能性を残してやりたいんだよ。 私もそれに賛成だ。明日、私がログアウトする様子が、後の時代にまで残って、この世界の救世主のもとへと届くことを祈ろう。じゃあ、アイス、長い時間よく耐えたね。僕たちは本部で待っているよ。この後のことは、君が帰還してから考えるとしよう。これが、 インスペクト・ガルシアで、私が聞いた最後の通信となった。翌日、ガイスの予告通り、私のログアウトが始まった。もちろんブルストップのライブ付きだったよ。私は無事に、インスペクト・ガルシアからログアウトし、釈放された。ガイスたちと合流して、 私がログアウトするときに記録された文章を読んだ。これが傑作だったんだ。大空より人、雲に乗りて降りきて、土より五尺ばかり上がりたるほどに立ち連ねたり、立てる人どもは、装束の清らなること、ものにも似ず、飛ぶ車一つぐしたり、 その後、インスペクト・ガルシアがどうなったかってそれはあんたの知っての通りだよ。